国金工事は、日本の政治家。北海道岩見沢市長。岩見沢市名誉市民。北海道空地郡内江町出身。1942年自治公衆所卒。1942年岩見沢町役場に入庁。その後総務部課長、道部長等を経て、1970年の岩見沢市長選に、河村義次の後を受け出馬。 初当選し、以後連続5期務めた。市長在職中の20年間は、日本水道協会理事、桂沢水道企業団企業長、1980年に、全国水道企業団協議会会長、1983年には、全国市長回復会長も務める。1990年に引退、序君三等随法省、1992年には、 岩見沢市名吉民に選出される。岩見沢市郊外の北本町には、国県下の元住宅が1978年に、市の指定文化財となり保存されている。下水道整備、普及や岩見沢市立総合病院改築など、都市基盤整備に力を注ぐ一方を、1985年、岩見沢100年市編さ事業を完成させる。また、 1986年には、当時の地方都市としては、異例の北海道21世紀博覧会の開催に、こぎつけ、成功させた。なお、北海道21世紀博覧会が開催された、場所は、現在三井グリーンランドとなっている。ありがとうございます。